今回の動画は三重県道32号伊勢磯部線を走ります。この路線は伊勢神宮外宮前の外宮北交差点を起点に志摩市旧磯部町の国道167号と交差する海老原アメニティ前交差点までです。磯部の交差点は現在国道167号線バイパスの工事が進み、去年海老原ごちトンネルの貫通式が行われました。2024年度中に開通する予定です。この動画は県道31号と同様、令和6年1月7日の土曜日に撮影しました。スタートが外宮前ということもあり、多くの人出が予想されたので8時30分スタートを目標に現地へ向かいました。とても良い天気なのですが、冬の撮影ということもあり一部逆光となる場面があり見づらいところがありますが、お許しください。では外宮北交差点を直進して県道32号の旅スタートです。
今回の動画はこの先国道167号線との交差点までです。県道32号は伊勢島観光で利用される御木本道路と伊勢道路からできていました。ただ伊勢道路は現在第二伊勢道路が伊勢道とつながっているため多くの車はこちらへ迂回していると思われます。鍋尾もこの終点付近に来るときは第二伊勢道路を伊勢道伊勢インターから利用しています。伊勢インターからは無料で利用できるので嬉しいです。さらに令和6年度中にはバイパスも完成し、ますます島方面の観光地へ行きやすくなりますね。ぜひこの夏伊勢島へお越しください。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。鍋尾九章の三重の舗装道でした。またね。